ブクラショビッチは、セルビアの元サッカー選手、現サッカー指導者。元ユーゴスラビア連邦共和国代表。選手時代のポジションは DF。パルチザンベオグラード出身で、FK ラドベオグラード、PFC スラビアソフィアに移籍したが、1998年にパルチザンベオグラードに復帰。2002年クリリアソベトフサマーラに移籍した。 2004年にメジャーリーグサッカーのカンザスシティウィザーズに移籍したが1試合に出場は止まり、怪我によって同年引退。1997年6月14日に行われたエジプト代表戦でユーゴスラビア連邦共和国代表初出場。2009から10シーズンにパルチザンベオグラードでアシスタントに就任し、指導者の道に進んだ。同シーズンは、 ゴラン・ステバノビッチ監督のもと、翌シーズンは、アレクサンダル・スタノイエビッチの下、同職を務めた。2011年には、パルチザンベオグラードの提携クラブである FK、テレオプティクで監督に就任。2013年4月29日には、パルチザンベオグラードの監督に就任した。2014年12月から2015年5月1日まで、FC ディナモミンスクで、 フットボールディレクターを務めた後、同クラブの監督に就任した。2017年に FK ナプレダククルシェバツの監督を経て、あるファイサリー・ハルマの監督に就任した。2018年、アルダフラ FC の監督に就任した。2020年、アルアフダ・アブダビの監督に就任した。ありがとうございます。